ライカ。ライカ、ライカとはである。本校では、エルンストライツとライカカメラ、およびそのブランドとしてのライカについて述べる。高級レンジファインダーカメラ、M シリーズや一眼レフカメラ、R シリーズ、コンパクトカメラ、プロジェクタ、フィールドスコープ、双眼鏡など、様々な製品を開発、販売しており、そのレンズ描写性能などクオリティの高さから現在でも、 プロカメラマンをはじめアマチュアでも、コレクターや愛好者が多い。またデジタルカメラの分野においても、パナソニックと提携を行っているほか、R シリーズ用のデジタルカメラモジュールや、M シリーズのデジタル版ライカ M8 の開発、発売、中盤クラスのデジタル一眼レフカメラライカ S2 の開発発表、デジタル一眼レフカメラ共通企画である、ホーサーズシステムへの賛同などが行われている。 内科の前身は1849年に、カール・ケルナーが、ヘッセン州ベッツラーで設立した、顕微鏡、メーカーオプティシェス・インスティトゥート、アプテシャス・アンスティチュである。ケルナーの死後その会社をその未亡人が引き継いだが、従業員だったフリードリ・ヒベルトレ、フリードリッチ・バースル、-1869 年が、ケルナーの未亡人と結婚し、社名を、 オプティシャスインスティトゥートケルナーウントベルトレ、アプティシャスアンスティチュケルナーウントバースルとした。その後、以前スイスの工場で働いていたユンカースという見習いを雇用したが、この男が以前働いていたスイスの工場で行われていた効率的な生産方法について説明していた際に、さらにその方法について詳しい機械工、エルンストライツ一世、エルンストリーツ愛。 1843年から1929年を紹介し、雇用するようベルトレに進め、1865年にこの会社にエルンストライツ一世が参加ることとなった。1869年にベルトレが死去するとエルンストライツ一世は事業を引き継ぎ、社名をオプティシェスインスティトゥートフォン、エルンストライツ。 アプテシャスインスティトゥートブンエルンストリーツ、さらにエルンストライツオプティッシュエベルケ、エルンストリーツアプテッシュワーカーとした。1905年にはボディ本体をヒュッティヒニ外中止カメラ生産に参入。1907年には双眼鏡生産に参入した。1911年1月2日、エルンストライツに入社した技術者、オスカー・バルナックは、1912年に 映画用カメラを試作した。そのフィルムをいじっているうち映画1コマと同数方の小型スチルカメラを試み作ることにした。このカメラを試作した動機について、当時感度も低く、品質も安定していなかった映画用フィルムの適正露出を調べるためにそのフィルムの一部を使い実際に撮影してチェックする他に開発した露出テスト用カメラが、 スチルカメラとしても流用できることに気づいたという説があるが日本の代理店だったシュミット紹介の中川和夫はバルナック自身が述べていないことやと関係から否定的である他には無類の写真好きであったが小柄で体力もさほどなかったバルナックにとって当時主流のガラス製で重い13-18センチメートルの写真看板を 使用する木製大型カメラを持ち歩くことは困難だったため、自分にとって使いやすいカメラを求めて作り上げたという説など諸説、ある。木のテッサー 5cm を装着してテスト撮影したが、原板が小さすぎて、はがきサイズ程度にしか引き伸ばせなかった。次にバルナックは 35mm 映画用フィルムのに区分を使用する小型カメラを2台試作した。これは後に、 ライカの起源として、ウルライカと呼ばれることになるが、この段階では、ライカという名前はない。この試作機が映画用フィルムの2コマ分である2436ミ、mm、リメートル版になった理由として、試写の品質に満足できず2コマ分にしてみたらうまくいったのでそれにめたという説と、必要な面積を計算して2コマ分に行き着いたという2つの説がある。2台のうち1台は、 バルナック自身が使い、もう一台は、エルンストライツ一世、アーアンセライツ愛に送られた。これは1913年、または1914年のことで、中川和夫によると、マックス・ベレークは1913年と言っていたという。ライカ誕生30年に最新名の分は、もしライカが生まれざりせば、他の35ミリカメラの誕生は、はるかに遅れたかもしれないし、 あるいは全く生まれなかったかもしれないのである。もしそうだったとしたら、写真の歴史は今日のものとは違ったものとなって、おそらく書き換えられていたことであろうと評している。1920年には、エルンストライツ1世が亡くなり、後を継いだ、エルンストライツ2世、エルンストリーツ2が、ウルライカに着目、改良を加えさせた。折しも大不況の中、社内会議で、 発売中止に傾く中、エルンストライツ2世はこれを製造に移すと宣言し、ライツのカメラ、リーツカメラとの意で、ライカと名付け1925年に、市販1機、ライカ IA を生産、販売することになった。それまでのカメラは、密着焼きにより、写真を作るのが主流であったが、ライカはフィルムが小さく、引き伸ばしを前提としたため、 当時一般的でなかった引き伸ばし機が当初からシステムの一環とし販売された。拡大に耐えるネガを作るために高性能のレンズが必要とされ、レンズ開発の技術者、マックス・ベレークは、ライズ・アナス・チグマート、リーツ・アナス・チグマートをはじめとする様々、名玉を世に出した。また一般には、広角気味のレンズを常備し必要ならトリミングする、という手法が使われていたが、 ライカの場合トリーミングするとただでさえ小さいフィルム面積からの拡大率がより大きくなるた画角に合ったレンズ交換の必要性が高かったこのため1930年レンズ交換が可能なライカ C 型が開発され1931年にすべてのカメラのフランジバックが統一されエルマー エルマール 3.5CMF3.5、エルマー 5CMF3.5、エルマー 9CMF4、エルマー 13.5CMF4.5、そしてヘクトール、ヘクター 5CMF2.5 と基本的なレンズが揃った。1932年連動距離計を搭載した大ツー型を発売、交換レンズとして1931年にヘクトール 7.3CMF1.9、 1933年に、ズマール、サマーゴ c m 界2が発売され、とりわけ報道写真において卓越した画像を多数提供したため、ライカの名声は不動のものとなった。また、1934年に極めて優秀な人物、撮影用のレンズ、タンバール、サンバー級 c m f 2 2が供給され、現代の写真撮影のライカ半前性の基礎を確立した。 小さいフィルム面積に重要な画像情報が凝縮されていることから画質が損なわれがちだとして、旧来の写真家からは撮影機材ではなくスパイカメラに過ぎない等と別視されることもあった。しかし暗い場所での撮影のための大口径レンズ、広角や望遠での撮影のための交換レンズを揃えても2から3キログラムに収まり、写真家はかつての重い撮影機材から解放された。 このことは壁地に持参する時や被写体の動きを素早く捉えたいときにも役立った。1950年代頃までの日本のカメラメーカーは、ライカを目標にして小型カメラの技術開発を行っていたが、1954年に発表されたライカ M3 はレンジファインダーカメラとして当時最高とまで言わるほどの技術を余すところなく投入しており、その ライカ M3 は今でも名機と賛美する人が絶えないが、このことが逆に1970年代以降主流となった。一眼レフカメラ化と低コスト化に乗り遅れたためやがて経営に陰りが出た。エルンストライツは一眼レフカメラ開発で先行する日本の大手カメラメーカーからミノルタカメラ、ンコニカミノルに注目、まず M 型、ライカの外装部品製造を依頼。 このことから、両者の技術者の相互出張見学を通じて、進行を深めていくこととなる。それから数年経過した1972年、エルン・ストライツは、ミノルタカメラとカメラの製造を目的とした両者の特許やノウハウの相互提供、技術者の相互派遣、生産設備の相互利用による、生産協力等相互協力協定を結んだ。エルン・ストライツが、外国企業と提携したのは、 初めてのことで、この提携ニュースは、日本、アメリカ、ドイツで大きく報道された。この協力関係に基づき、両社の技術者が協力して、ミノルタカメラの工場で設計した、ライカ CL を1973年9月に発表、発売にこぎつけ、ライカフレックス SL2 をほとんどミノルタカメラで生産、ミノルタ G の基本構成を、ライカ R3 以降に流用したりと一定の成果を、 あげた。その後提携は解消されたが、この技術提携によって、双方の技術がその後の両者の技術開発に多大な影響を与えた。しかし経営好転までには至らず、1973年のうちに、もしくは1974年スイスのが、ライツ一族の株式を買い取った。エルンストライツ三世は代表権を失い、1979年9月8日死去した。 株式の53%を取得したウィルドの参加で、当面ライカの製造は続けると発表されたが、1974年に生産され1975年に販売された、ライカ発売50周年記念モデルを最後に、エツラー工場での生産は途絶え、社員6500名の過半数を原因し工場も整理され、過労死でポルトガル工場で、 ライカ R3 の製造が続けられるだけとなった。機械が搬出され倉庫が整理され競売にかけられたためにライカ発売以来一般人の目に触れることのなかった試作品等が突然流通するようになり、この混乱の中で発売されたライカ M4 から2の初期製品は検査部門の存在自体疑われるような不良品が流通した。その後は どこでライカを製造しているのかよくわからない状態が続いた。1988年になると、ウィルドはライカを製造しないので、工場を出た人たちでブランドを使用しても良い旨の発表がされ、ソルムスに敷地が用意されたが、エルンストライツウェツラーの名称使用許可されなかったため、メーカー名をライカとし、ウィルドの子会社としてカメラメーカーを立ち上げた。 1990年にライカカメラに称号変更した。その後、エルメスの資本も一時期入り、その時期にはその革を使用した特別モデル等も発売されていたが、経営状態の改善が進まず、エルメスは撤退した。2009年現在は次の3社に分かれている。2000年、松下電気産業、原パナソニックとデジタルエブイ機器用レンズに関する、 技術協力契約を締結し、リコマー、ダイヒャマーレンズを搭載したデジタルビデオカメラなど3機種を開発、発している。松下とはそれ以前からフィルムコンパクト機、製造は松下系列の QS と電気、原波ナソニックフォトライティングの OEM 供給を受けている。さらに2001年にはデジタルカメラ分野においても提携を行い、レンズの光学系は 内科と共同開発して内科のライセンスを受けて生産を行っているほか、松下からの OEM 供給による内科ブランドでの販売も行っている。松下がフォーサーズシステムによるデジタル一眼レフカメラに参入した際にも同規格に賛同し、レンズのライセンス許諾による供給を行うことになっており、内科ブランドでも DMCL1 の OEM モデルディジラックス3が発売されている。1930年代から1940年代、五郎には、内海1台あれば、家が1軒建てられると言われた。例えば、アサヒカメラ1939年11月号に、掲載されている内海 E やクロームエルマー50メートル MF3.5 の価格は820円。 ライカインやクロームズマール50メートル MF には1200円であった。当時小さな菓子屋が500円で建てられ、1000円あれば、場所にもよるが、東京で土地付き一軒家が購入できた。このいい伝えは2008年3月10日に TBSK で放送されたテレビドラマ3月10日東京大空襲、語られなかった33枚の真実にて原田大蔵を演じる。 おさかべ二がその胸を語るシーンがあり、メディアでも採用されている。ただし、これには、カメラが高かったということだけでなく、第二次世界大戦突入により、ドイツからの輸入が困難になって価格が高騰した時期であることや、東京の土地が今より格段に安かったという要素も、ある。1923年に制作されたサンプルのライカ、 例のナンバー100からナンバー129、1925年に発売され、ナンバー130から番号を付けられた。ライカアイを含めて現在までライカのカメラには通し、番号が付けられている。また、何型の脳、何は何年に、どこ向けで出荷されたという履歴が社内で記録されていた。この履歴は長らく社外費であったが、1961年からリークされるようになり、 1973年には、型と番号の製造年度表、アンガベデス・モーデルズ・ウント・デス・バウジェアーズとして、正式に、エルン・ストライツから入手できるようになった。しかしこれは、番号割り当ての表であって、実際にこの通りに生産されたわけではなく、当初このリストに合わない答えがあることに気がついたファンの間に、かなりの混乱を招いた。1978年には、ライカアイから、 内科ファイグまでのライカ各型の製造台帳とも言える、内科ヒストリカ第一巻、内科ヒストロカバンドアイが入手できるようになり、型と番号の製造年度表と比較すればかなり、正確な情報をかなり詳細に得られるようにはなったが、やはり結番や重複が、随所にある。またライカアイは、ライカアイには、コガの吹きがあるが、ライカアイとライカアイは全く区別されていない。戦後になれば、 生産設備が整い1ロットあたりの製造数も多くなってかなり秩序だった生産がされているが、一台ずつ熟練工が組み立てていた戦前では製造番号通りの順で生産されたわけでもない。エルンストライツは古くから特別な製造番号の顕微鏡は販売ルートに載せず著名な科学者に送っていた。当時これはノーベル賞と比較されるほど名誉なこととされ、順序としては ノーベル賞より古い。内カについても、同様に特別な製造番号のものは科学者、探検家、政治家、写真家などの有名人に送られた。中川和夫、内カの歴史 P126 によれば、この一覧は、以前より、写真雑誌など、たびたび掲載されたが、天才によると推測される間違いが多くて、それをたどると天才ルートがわかるほどであったため、 内科の歴史 P128 の一覧を掲載するに、当たり新たに、第一本社に問い合わせたという。代理店との連絡の時間節約のために、原則アルファベット5文字で定めたコードで、ホコス、ホーコス、ヌーキー、ヌーキー、ビドム、ビダム、オロルフ、オーラルフなど製品を特定するのに機種名に、順次て使用されている。新コードは、原則数字5文字に変更されている。 ライカ2の設計をする際、設計人が設定した条件の一つに、ライカ i の基本型を変えず、顧客の要望でグレードアップできるという項目があった。これに伴い顧客のライカは直接または代理店を通じて送られ改造を受けた。第二次大戦後はしばらく改造の受付は中止されたが、ライカ5発売に伴い、フラッシュシンクロの追加を含めて受付が始まり、 1960年代初頭まで続いた。日本では戦前も戦後も輸入規制がありまた、関税、物品税などが高く、外貨の支払いを伴う改造の依頼はほとんど不可能で、日本の修理業者による改造が行われていた。高学世紀後日課カメラが内貨の改造から事業を始めたことはよく知られている。場合によっては依頼者が強引に頼み込んだのか。 ライカでないボディを改造してライカと刻印してある場もあり、この場合結果的にフェイクライカとなっている。以前ライカ製のレンズの名称は例えば、テッサータイプのレンズはエルマー、プラナータイプのレンズはズマロンのようにレンズ構成によって決められていた。しかしその後ほぼカヤタイによって決められるようになっている。例えばイ1から1点にはノクチルックス、 1> 階1.4はズミルクス、階2はズミクロン、階1.5はズマリット、階2.8はエルマリート、それより暗いレンズはエルマーである。日本代理店は戦前からシュミット紹介が行っていたが、ビルド参加に入った1974年にウィルドの代理店だった日本シーベルヘグナー、ゲンディ KSH ジャパンに変更。 その代理店契約が切れた2005年3月1日に日本法人ライカカメラジャパン株式会社を設立2006年4月22日にはライカ発の直営店を東京銀座に開店している日本での開店に踏み切った理由として世界で最もライカの愛好者が多い国だというのが挙げられている楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。